今日は前回学んだ論理演算が電気信号としてどう扱われていくのかを学習します。その前にまずは論理演算の分野でセットで出てくるミル記号について学習しましょう。今回も分かりやすく説明していくので回路図にも怯えずに聞いてくださいね。一つ前の論理演算パート1では、演算とは計算と同じように電気信号を取り扱った時の結果を求めるものだとお話ししました。この時電気の入力値は基本的に2つ、入力値 A、B が存在して、ここに対して AND なのか OR なのか、はたまた XOR なのか、どんな条件がこの部分に入力されると結果何が返ってくるのか、電気信号の出力値を得ることができます。コンピューターは回路によってシステムを動かしているので、電気が流れたのかそうでないのか、この信号で動作をしています。そして電気が流れた時を1、電気が流れていない時を0として、0と1の未進数で成り立っています。ミル記号では入力 A、B の部分に電気が流れたのか流れなかったのか信号を受け取ると、条件に応じて出力結果が何が得られるのかが分かります。例えば論理積の例でいくと、入力 A、B に1、0が入ったら、新日表と照らし合わせて1、0が入った時のこの部分を見ると出力結果が0だと分かりますね。なのでこちらも出力結果は1、0を入れたら0になることが分かりました。この論理回路の組み合わせが IC 集積回路となってコンピューターを作っています。ちなみに基本情報技術者試験ではミル記号の条件部分を素子と言います。この場合の AND 条件のことは論理積素子と言ったりします。まとめると、前回の動画で紹介した論理積や論理和はミル記号ではこのように書くことができます。基本情報技術者試験で関連する問題が出るときは、どの記号がどの意味を持つのか初めに記述があるので、このパートを暗記する必要はありません。ちなみに先日 Twitter でこんなイラストを見つけました。こうやってみるとなんだか親しみが持てそうな記号ですね。それではミル記号を使って簡単な回路の挙動を学習してみましょう。今回は半加算機と呼ばれる電卓の足し算を行う最小単位の機能を例に見ていきます。この半加算機は論理積が2個、論理和が1個、否定1個の組み合わせで作られています。この半加算機は1ビット未進数の0と1の1桁の足し算を扱うことができる装置です。今回は例題に 1+1 を計算してみましょう。この半加算機を上から順に計算していきましょう。まずは考えるべきルートを洗い出します。先に合計値の出力がしたいため、まずはこのルートが1つ目、そして合計値を出すためにもう片方の足も計算してあげるので、このルートが2つ目、そして桁上がりの出力もするためにこのルートの3パターンを見ていきましょう。まずは1つ目のパターンです。この手の問題は図に書き込みをしながら解いてあげましょう。パターンの1つ目はこの論理和について計算してあげましょう。1、1とくるので出力結果は1となります。そして2つ目のルートのパターンを出すためにこのルートを書き込みます。合計の出力値を出すためのこの部分の足を求めていきたいので、まずはここの論理積1、1とたどってくるので出力結果は1、そして続いて否定が入ってくるので1を反転させて0の結果が得られます。パターン1で求めたこちら側の足が1と分かっているので、論理積のこの部分に対して1、0の入力値が入ったら合計の出力値も0となることが分かりました。続いて桁上がりの出力部分も計算してあげましょう。この部分は論理積この部分だけを見てあげればいいので、1、1と入って結果は1と返ってきます。今求めたものを整理するとこのようになり、半加算機では1ビット未進数の 1+1 を計算してあげ、答えは1、0と求めることができました。ちなみにこちらは半加算機なので1桁の足し算しかできません。 1+1 だったり 1+0、 0+0 が該当します。そのため通常の足し算を行うときは全加算機といって、このような半加算機を組み合わせたものを使います。電卓で計算できる桁数に上限があるように、加算機の組み合わせ数に応じて繰り上がりに対応可能なキャパも変わってきます。それでは論理演算の基礎編は以上となります。次の隙間教室でお会いしましょう。